2年半ぶりぐらいか、福岡は。彼氏目線その単語だけ教室に読めてもらえる、うん、またエミタル&エルのところ戻ってきて、まあ、頑張りますよ。あっという間の10日間、まあ早かったね、10日間ね。確かにあっという間よ、うん、もう今日なんてあっという間だったからね、本当に一日、うん、リリアいらっしゃい。ほんと今日早かったな、うん、タバコ、これすげえ遠いんじゃないの、喫煙所が俺の搭乗口から吸う場所が。搭乗口は分かったけど、うなぎ食べてない。ついで墜落したら教えられないの、不謹慎だ。また中洲ね、行きたいね。ここか。晩ご飯食った。晩ご飯食べたよ。こっちのね。皆様の出発が10分遅れるとなんつうの、こっちの何空港内の飯屋さんで飯食った。タバコ吸おう。ダメだ。すいません。ハローいらっしゃい。リーもいらっしゃい。いや、うどんじゃない。なんだっけ。スタミナ丼みたいなやつ。スタミナ焼きか。スタミナ焼き。九州の高級肉を使ったスタミナ焼きみたいな。空港、そうそう。早めに来ないとね、こういう風にややこしいと。それか膝が痛い。10分遅れる。あ、今のじゃない。今のはあれでしょ、羽田でしょ。俺成田行きだから。そうそう、今のは違うね。トライいらっしゃい。あ、エナいらっしゃい。もう帰るよ。もうって言っても10日間いましたけどね。成田行き出発遅れるアナウンスだったよな。あ、成田行きの出発が遅れる。あ、成田行きでしょ。俺成田か。まあ何でもいいや。なんでも、スタミナうまかった。ちょっと待って、飲むのか。何買うか。ちょっと待って、エミタルちゃん泣いてないよ。泣くわけないでしょよ。そんな、ね。泣くわけないだろ。ジュース買えねえじゃんかこれ。後ろでエルが泣いている。違う。いいんじゃない。福岡羽田はどこの飛行機が一番安いの。ピーチが一番安いんだ。エミゼロちゃん東京ついていかなかった。当たり前でしょ。アウトカメラね、ちょっとアウトカメラ、うん、JAL とか高いね。 JAL は高いよ。 JAL とかさ、 ANA とかね。飲むの買えなかった。自販機がなんか故障中みたいになってる、うん、福岡になるじゃん。ジェットスターも安いけど、まあいいよね。なんか今回のピーチってところは7000円だった。7000円、安いよね。ジェットスターも若干高いもんね。1万ぐらい、うん、安いよ。今回7000円だったもんね、飛行機が取れたら。しかもこの時間で安いよ。あ、朝一じゃないからね。よかったよ。まあこれからちょっとまったりゆっくりね。新幹線に2万ぐらいするもんね。約2万2000円ぐらいでしょ、大体。新幹線も楽っちゃ楽だけどね、乗り降りは。そう、時間帯もよる、まあよ。うん。朝一とこの時間帯は大体安いよね。高速バスより全然安いよ。九州は高速バス高いから、九州はね。
九州以外だと高速バスとか、あのなんか夜行バスも安いけど、九州は高速バスの方が高い。ジェルいらっしゃい。おでもろもいらっしゃい。これから飛行機、そうだね、20時から新幹線で青森から大阪まで3万近く、高い高い。いやかな、絶対に飛行機だよ、青森から完全に新幹線高いよね、時間もかかるし、うん、よしいらっしゃい。やっぱ時間を有効的に使いたいなら飛行機だな。まだ時間あるよ。この飛行機ってさ、この待つまで時間かかるじゃん、乗るまでが。乗るまでが時間かかるじゃん。これが嫌だよね。新幹線だと乗るまで時間かかんないじゃん、するじゃん。この待ってる時間がだるよね。まあ、どこ行く？東京に帰る。そう、時間に余裕を持たないといけないから、その時間が無駄だよね。1時間2時間が。息子は夜んだけど、乗り換えがめんどくさかった。確かにだるいね、新幹。まあでも子供は新幹線とかああいう乗り物好きだよな、飛行機よりも。なんかお土産買ってっかな俺。通りもんでも買ってっかね。通りもんでも、しかもそこら辺にあるんだろ。あがて通りもん、もみあげは買えないけど、お土産ね、通りもん買ってきゃ、ま、大体間に合うだろ。でかいのと、でかいの2つ買うか。高いな、通りもんだよね、まあ、博多通りもんだよな、買うならね。でかいの2つ買うか。しゃあね。あ、色チャンネルいらっしゃい。お土産同窓会、同窓会別にいらないんだけど、同窓会は3710円だよ。だって通りもん高くね。24個入り3710円、16個入り2480円。これ2つだよな。じゃあ24個入り通りも2つ買うか。いや2つでかいの買うわ、一応気利かせて買おう。しゃあない。ちょっと待って、あ、大丈夫です。何名いらっしゃる？飛行機と金額一緒だよ。みーいらっしゃい。エミザルちゃん、フジコ帰ってよ。帰ったっつうか家。つうか、もうこれで飛行機代だよ、飛行機代。お土産代と飛行機代が金額変わんないんだから。ね。2つ分買って。うん。花々いらっしゃい。高いよね、お土産ね。だから、マジ、お土産2つ買って。うん、マジ、飛行機代。あ、リー講義ありがとう。あ、お土産置くあ、お土産忘れないんじゃないかな、マジで。これ大変だよ。あ、一応さ、
高えよマジで。金はないのに7センターじゃもうすでに。あそこ座るか、うん、次いつ来ますかわからない。今のところ予定は未定だけど、一応早ければ17日。今から飛行機ですね。もうすぐですもん。8時だけど、うん、そう、一応8時に帰って、次来るのは早ければ17日予定。早ければね。講義来た。誰？講義は誰？あ、リー。講義ありがとうね。ありがとう。また福岡行くん？金持ちだね。いや、来れるか分かんない。まだ分かんないけど、一応17日来れたら行くって。黒マスクの似合う、まあ、今日グレーだからね。暑い。あ、伊藤四郎いらっしゃい。年内公演、年内か。あれじゃない、エミドルちゃんが結婚を求めてないからね。そうそう、なんか内縁でもいいんじゃないって言ってさ、うちに泊まって内縁でいいんじゃないのって言ってさ。まあ分かんないよ、何もかもどうなのかまだ、うん、みんな早い。俺もさ、そんな稼いでるわけじゃないからさ、行ってもね、毎日放送してるわけじゃないじゃん。今日人多くないな、そんな。結構空いてるよ、うん、まだ空いてんじゃない、まだこれからじゃ。20日以降じゃない、混んでくるの。月いらっしゃい。タッキーまたフラッと現れてくれないかな。来ねえだろさすがに二度は。ああ、今から東京つづる、東京に行きます。あ、ギーいらっしゃい。お肌がツヤツヤ、木変わんないよ。ああ、ちょっと若いエキスだけだけど。リコいらっしゃい。アクアもいらっしゃい。ちょっとね、若いエキスだぐらいで変わりませんよ。付き合ってるんですか。2日間ぐらいしか配信見れなくて付き合ってない。まだ、サトシいらっしゃい。まあ付き合ってませんよ、残念ながらね、うん、羽田、成田空港、うん、成田空港ですね、向かうと。あれ充電がされてんの。ヘムヘムいらっしゃい。今日も綺麗だ、パーセン。気持ち悪いよ。ピーチ8時。8時出発。今日到着、東京着いてまた配信する予定。一応。わからんけど。飛行機で仮眠取って、いっぱい配信して。一応配信する予定だけど、着いたらわからんよ。できるか。分からんけど、まあ一応やる予定ではいる。エミサルちゃんお見送りじゃないよ、家にいる、もう、うん、家にいるよ。ねえ、なんかみんな期待してんだな、うん、寂しい。まあ寂しいよ、うん、慣れたから電車で来いわ。そう電車で新小岩ですね。それしか方法ないでしょ。成田から新宿行きのバス乗ってるけど遠回りだもんね。だから成田から電車で、まあ、新小岩に行く。あ、ポンお疲れさんね、うん、まあ頑張ります。記念食食べないよ。ファミリーいらっしゃい。道中気をつけて買い物行ってきます。行ってらっしゃい。ナミシミツだって、ゆうかさんの配信で元気もらって、る。ありがとう。でもまあさ、ちょっとこのね、10日間ずっとね、福岡いたんで、うん、自分の配信もしなくちゃなと思ってるしさ、だから17日行こうか行かないかちょっと考えてるのもあんだよ、実は。うん。
どうしようかなっていうふうに思ってるのもあるし、うん、難しいよね。やっぱ自分の配信もやりたいじゃん。31日はさ、企画配信だから、そういうのもあるからさ。もぐたん、ただいま。そこまで好きにならなかったら、いや、いろいろ考える、じゃあ自分の問題もあるんだよ。ななんいらっしゃい。自分自身の問題があって、えみちゃるちゃんに今答えを出せない状態なんだよ、まずはな。まずそれが一つ。ね。もう一つは、えみちゃるちゃんは久留米じゃん。俺東京じゃん。ね。結構そんな簡単な問題でもなく、簡単な問題でもないんだよな。ね、えみちゃるちゃんが実家あるし、あるからそっちに住めばいいだろうっていう話。そんな簡単な話でもないやん。あ、もぐたん熱下がった。声と喉が痛い。声は痛くないし、声が痛いってのは聞いたことないな。メイプルタウンいらっしゃい。そう、現実みたいね。勇気いらっしゃい。勢いであるし、まあ L もいるし、そうそう、いろいろなこと考えるし、まあエミサルちゃんの親はもちろんいるのもあるじゃん。あとは俺の問題もあるしな。俺の問題もあるから、そっちがどうなるのか次第でエミサルちゃんと付き合うか付き合わないかっていうのは答え出す。そう、ゆっくりね、考えて、まあ難しいですけど現実考えると、まあね、ゆいがって何の問題がある、どういうこと、あ、顔面凶器いらっしゃい。明太子食べた。そうそう、いい。ボタン何、せかさずいい知らせ待ってます。そのいいというのはね、ボタンさんにとっては何がいい答えなのか分かんないからな。祖さん応援してる、ありがとうございます。17日までに講義たまれば答えがまとまるの。違う、その答えは別に講義とは別なんだよ。17日行けるか行けないかはお金の問題だけど、その付き合うか付き合わないかっていうのは俺の個人的な問題だな。個人的な問題。リージェリーらっしゃい。それがどういう結末、どういう答えになるかによってエミジャルちゃんと付き合うか付き合わないかっていうのを決める。こんなところかな、エリンゴいらっしゃい。ゆうさんが楽しく配信できれば、まあね、これは付き合わん。さあどうだろうな、みんなどう思ってんだろうな、みんなはどう思ってんだか、それがわからんな、よくな、問題を置いといたとしたら付き合いたい感じ。そうだね、方向的には付き合う方向でもいいんじゃないかなとは思うけど、ただ、いきなりなんか一緒に住まなくてもいいのかなと思う。怖いじゃん、俺が家がいきなりなくなるっていう状況が、ある。いきなり俺が全部家とか手放して、ね、今住んでる場所を手放してエミチャルちゃん家に飛び込むっていうのはちょっと結構大きな糧じゃね。それはお付き合いしてほしいから。だから期待別に持たせてないよ。付き合わなくても今のままでもいい。僕は正直、好感触だと思っている。ただ踏み切れない。大輔、講義ありがとう。車は俺に合わない。見たらもう彼氏だと思ってそう。そう、俺の商売っていうのは、このさ、収入っていうのも安定してるわけじゃないんだよ、別に。いっぱい稼いでるわけじゃないし。ね。で、まあ今後なんだけど、そうそう、エミタルちゃんと、まあ難しいね。俺、配信者と付き合ったことがまともにないからさ、ね、難しいよね。そうそう、家手放すのはリスクあるじゃん。特に知らない土地だから。いや全然かなりいいんだけど、そう、赤ちゃんいるし、P なんか配信者らしい配信者じゃないじゃん。どう考えたってわかるじゃん。
小高の配信が良かった。それはお互い聞きゃ無理だよ、こんなの。時間と金がかかるよ。一斉起きてください。リスナーは結婚したと言ってたけど違うのしてないっす。ずっと一緒に住むのはストレス。まあストレスにはならないけど別に俺は。そうそう、東京ならまだしもなんだよな。あれはお母さんのフォローないと無理。もうそんなこともないけどね。元旦那みたく外に出してくれなくなる。それはないでしょ。元旦那はあれでしょ、女性と絡むからでしょ。だってそもそも俺女性と絡むことがないじゃん。集団で配信者いて男女がいるんだったら絡むことあっても一対一で絡むことはないもん俺は。だからその点ルイーズは違う。もうそんな若くないからさ、もうさ、エミタルちゃんが、いや東京に行くことは一番じゃないよ、一番良くないことだと思う。天一いらっしゃい。なんかでっかい企画とかに参加するって言って、そんでまあ東京に来て企画に参加して配信やるならわかるけど、じゃないんだったら東京に来るべきじゃないよ。ヒサロックいらっしゃい。 3S もいらっしゃい。それは東京に来る必要がないような気がする。フミいらっしゃい。まあ俺も実家にいた方がいいよ。その通り。何人の夫として心の支えになってくれたらそう思うよね、ボタンさん。やっぱね、あのエミタルちゃんのリスナーさんはね。サチコいらっしゃい。あ、みーちゃんもいらっしゃいね。俺結婚願望あるよ、一応この年になったら。家、そうトラね、家なくなるの怖いよね。だって俺がもしエミタロちゃんから振られたりとかしたら俺行き場がないんだよ、もう。そういうことよ。本当に。そういうところ。結構あとね、エミタロちゃんの頃リスナーさんは女性多いけど、男性リスナーさんがエミタロちゃんガチ恋で狙ってる人結構いるからね。あのコメント見てると分かる。俺の放送上じゃなくて、そうそう、俺の放送じゃなくてエミチャルちゃんの YouTube とかそういうののコメント見てると、あとまあ人が多い時のね、俺の TikTok ライブとか見てるとエミチャルちゃんのことをガチで狙ってる男性はいるよ。そういうの見受けられるもん。ワンちゃんとかさ、ワンちゃんなんかあったら狙おうかなみたいな人、 MMM いらっしゃい。いや、ウサマは狙ってるでしょ完全に。ウサもそうだけど、リスナーさんでもいるよ。発言が違うかも。どういうこと？あ、コーギー、ボタンさん、ありがとう。あ、みゆきいらっしゃい。おーちゃんもいらっしゃいね。そう、それはいるよ、かわいいもん。ワンチャン狙うやつ、ろくなやつしかいない。優香さんを狙ってる人もいっぱいいる。いないよ。俺、あなたのこと好きじゃない。気づいて、お願い、気づいて。つうか、俺のこと好きな人はいないよ。な、46歳のおっさん。マミいらっしゃい。まあ、それはないけど、俺はね。僕はないけどさ。俺狙ってる男はいっぱいいるな。いる。最近ね、あんなに可愛い子は一途に優雅なことを大好きなのになぜ付き合わない。だからいろいろ事情あるって言ってんじゃん。私は優雅さん好きかな。ありがとう。優雅狙ってる藤子も、絶対嘘だな。狙うわけないだろ、画面上のおじさんを。ゆうがさん好き？マジで言ってんの？ゆうが狙い？嘘？俺最近何モテるようになったの、ついに。だいたい画面上の俺を好きだと言ってるだけでしょ。それはラブじゃなくてライクだから。私ゆうがさん昔から好き？マミー、ありがとう。
かっこいい。年取ったら居心地いい人がいい。あ、なるほどな。あ、カナもおばさんなんだ。好感度爆上がりしてんね。ユウさんかっこいいと思う。一緒に飲みたい。え、なに俺、なに今回、なに女性層を捉えた俺。ユウさん守ってくれるし、優しい社会いらっしゃい。なに俺、今回、女性に人気を得た。確かに女性リスナー増えたんだけど、リサいらっしゃい。あ、そう。月と太陽、うるさいよ。それ、顔の形だ、それ、横から見た。ゆうさん普通にかっこいいと思う。素敵だと思う。もう今から帰るところさ、聖地。なんかかっこよくなってるかも。みひろいらっしゃい。好感度爆上げだね。私も同年代、みゆきも。ほら、マスクしてれば、満点にかっこいい、うるさい。あ、そう。男気ある男でかっこいい。いやー、これがこれがさ、多分さ、俺さ、今年終わった頃には、大逆転するんだろうな。今、かっこいいとか、男気あってとか、頼りがいがあるとか、ね、こうやって言われてる中、ボロクソ多分俺、来年早々には言われるよ。ああ、なんだこのクズがとか、散々言われると思う俺。顔が優しくなった、前も。いやもう。あ、違う。あ、ふみ講義ありがとう。強そうはないし。私、ゆうから子供し、数男。好感度を下がることをする予定はないんだけど、下がるよ、絶対に。いいことがあるときは悪いときあるんだから。飛行機乗りそうよ。あ、アーチの王いらっしゃいね。収まりましたか。あ、エミダルちゃんもう完璧に収まってる。あ、色チャンネルも年代一緒なんだ。しかも近所ってことは松島住んでる。俺の予想はまず第一にエミタロちゃんがリョウ君に連絡するか、ウサマがエミタロちゃんに連絡するか。俺このアクションだと思ってるから。俺がね、あのウサマとケンカじゃないけど、ああいう風になってから、ウサマ俺の放送でコメント打ってないのよ。見えらっしゃい。俺の放送でコメント打ってないんだけど、だから多分ウサマが多分最初にアクションかけてくると思う。俺はエミタロちゃんに最初に。そっちが先かな。一足いらっしゃい。ルリンゴいらっしゃい。ウサマは最初。ウサマはもうしてる。わかんない。あるであるでだよね、カズね。ウサマ狙ってるよね。絡んでないのウサマから。そう、あのね、絡んでないけど、うちの放送を見てね、ね、エミタロちゃんのリスナーさんの女性の人と、うちのアイテムを投げてるリスナーさんをフォローしてるから、ウサマは。マジで。そう、エミタロちゃんの女性リスナーさん、要はがっちり自分が囲われるように、まずはね、そう、エミタロちゃんの囲い、ね、女性リスナーさんをまずフォローし、そしてうちの投げる人間をフォローするっていう。そうそう、ウサマから謎のフォロー来た。そうでしょ、大体そうよ。世帯じゃ関係ないのかな。関係ねえんじゃない多分。だって連日飲み行ってるぐらいだから、ウサマ。私もウサマからフォロー来た。うちもフォロー来た。どうも。あやも来たの。昨日来た。ほら、チェックしとるぜ。フォローリクエスト来てた、ユミにも。ああ、ラララ。やばいだろ、あいつ。ああ。私も来た、ウサマから。ボタンも。色チャンネルも。さくらも来てた。みんな来てて草だな、これ。シュウも来てたの。みんな、草なんだけど。エムは来てない。悲しいんだ、それ。モジコも、あ、フジコも来てる。ドキンちゃんも。だから、違う、メッセージも来た。違う、だからね。だって、あいつ、ね、俺と、ウサマと、
エミチャロちゃんで飲んでたでしょ。で喧嘩したでしょ。その後お母さんのところ行って俺の悪口をずっと言ってたらしいよ店で店でずっと永久に俺の悪口を言って飲んでたらしいよ。そりゃさ、お母さんって気分悪くなるでしょそんなの。嫌でしょそんなの、マジでやばい。店行って飲んで俺の悪口ばっかり言ってたんだって。出発便の国についてピューでしょ。それはちょっと恥ずかしいよな、さすがにな。東京羽田行き人としてやばい。そんな料理人嫌だ、嫉妬。そうだと思うよ。だからそもそも俺と絡んでればね、俺と絡んでればエミタロちゃんとも絡みができる、つながりができる、なおさらねつながりができる。俺が東京に帰ればウサマはエミタロちゃんとコラボできるわけだよ。あるだってウサマが言ってたんだもん、エミタロちゃんに料理を教える配信をやりたいと。だから俺は教える側でウサマ、エミタロちゃんを教えられても、教えてもらう側で配信やりたいって言ってたんだから、そうそう。だから、まあ便乗、そうそう、うさまの毎日来る新規が分からない。うさま TikTok っていうかふわってやってる、まあ、そうそう、やたら飲ませようとしたのあれはね、そうなんだよ、それはあったよね。そうなんだよ、やっぱエミチャロちゃんの状況を考えたらね、本当は飲ませないのが一番なんだけど、飲ませないとできないじゃん。だからやっぱね、ウサマってエミチャロちゃんとの写真にしている人からフォローリック来た。やっぱそうだよ、それそれ、うん。ジェットスターお客様の皆さん申し上げます。ジェットスター成田国際空港行き。いらないってユウさん怒ってるよね、飲ませようとしたけど、わかんない。そう、子供いるんだけどね、ウサマね。なんだろ、エミのタイプはウサマではない。何ないらっしゃい。でも寂しくなったらわかんない。エミタロにはユイガみたいな人がいる。ウサマからフォロー来たけど、どうしたらいいのか。いや、ウサマの放送に興味がある人はフォローすればいいし、ね、別に興味がない人はフォロー許可しなきゃいいし、そんなんじゃない。別に俺みんなにウサマの放送見るなとも思わないし、俺の放送見てもらってウサマの放送見てもらってもいいし、ウサマの放送だけ見てもらってもいいし、それは全然構わない。ワンコいらっしゃい。だって僕あのウサマに負けねえもん。私が優勝のタイプ。あれです、相当でもウサマをフォローしてると思う。メッセージ仕方して聞いておいた。そんな来るんだ、やばいね。結構来てんだな本当に。まあそのうち TikTok でやるんじゃない。やっちょからめっちゃウサマ出てくるようになった。確かにね、ウサマおもてなし。いやウサマはね、やどうだろうな。最初良かったんだけどね、最初良かったんだけど、もう時代遅れなんだよね、ウサマのやってることって。ウサマで人を叩いたりとかなんかやってるじゃん。ああいうのって時代遅れで、いつまでも時代が止まったままこの配信会にいようと思ってるから人気が出ないんだよ、いつまでたっても。昔からそうだよ、昔から人気があった配信者じゃないからな、別にな。もう少しさ、やってることが気持ち悪くてやだ。まあしょうがないんだよ、時代の流れに乗れないから。もうすぐか。お待たせいたしました。ご案内が遅れております。30分待ち。静岡行きはすべてお客様のイケオジ、ウサマ。でもまあかっこいい、イケオジなんじゃない、ウサマ。一応行けてない、ウサマ。まあ一瞬で消えたけどさ。ミカいらっしゃい、気をつけて帰ってください。ありがとう。まあ昔からね、なんかパッとしないというか中途半端な位置にいた配信者だからな。下心は丸見えだった。みんなにはそう見えた。ミッキーいらっしゃい。私からしたらおじいちゃん。
ここにいた。俺もだ。あ、いらっしゃい。俺もおじいちゃんでしょ。あ、そう、下心あるように見えたんだ、ウサマが。エミタロちゃんに。普通にそう見ると、ほう。俺は全然わかんなかったけど、そこは。エミちゃんを見る目が怖かった。そうなんだ。見えたんだ。エミタロちゃんとのツーショットのアイコンした瞬間、やっぱりだと思った。見えたわ。なおいらっしゃい。おー、やっちまうとこから下心見えてたんだ。見えた。抱きついてた。みんなよく見てんね。全然わかんなかった俺。そんなの。あ、田中お疲れさん。やっちまうとこから見えてたんだ。みんなすごいな。いろいろ狙ってる兵器。ふさも子供いる。ウサマなんかおごってくんないよ。おごってもらったことない。ウサマ。ウサマ奥さんもいると思うよ。多分。俺奥さん会ったことないし、子供会ったことないけど、子供はエミタロちゃんが見たことあるって言ったから。そうなんだ。私も野球でウサマさん知ったんだ。野球のとこからエミタロちゃんのこと気に入ってるんだろうなと思って見てたんだ。言うままとか言うなら間違いないな。間違いないわ。俺子供いるよ。そうなんだね。行かないとまた乗れない。大丈夫だよ。もう2番搭乗口にいる。やっちの配信で子供さんが映ってたんだ。やっちと一緒に行った時に子供もいたんだ。あ、そうなんだ。あ、お店に行った時ね。お店に宇佐間は4000円払って6000円の領収書をもらってた。羽田着、いや成田確か。気をつけて。そうだね、ちょっとタバコ1本吸っていくか。まだ大丈夫やろ。あ、子供いたんだ宇佐間。あれでしょ、小学校3年生ぐらいでしょ宇佐間の子供。今日タバコ吸って行くか。エミタロを離さないで。どうもみんな期待してるんだな、んかな。俺とエミタロちゃんは分からんぞ。でも本当に俺とエミタロちゃんはどうなるか。こっちに着くの21時頃。私は優雅さん一人の配信が好き。そうだよな、まあよな。大体俺の配信単独で見てる人は俺一人だよな。だからそこもあるんだよな、うん、そこも。ちょっとタバコ吸って飛行機乗るわ。気をつけて帰ってくださいね。あるとね、前もね、私も一人の方が好き。嬉しいな、俺のね、生っ粋のリスナーさん嬉しいよね。エミタル酔うと誰とでもしそうだから、それを狙ってる。あ、なるほどな、ワンちゃんね。あ、やるってね。ごめんね、ソロのパイセンが見たい。そうだよな、私も一人が好き。ママレモンさんもやっぱそうなんだ。みんなそうなの。俺分かるよ。エミタルちゃんとのコラボの配信もいいんだけど、俺の単独の配信もね、これ雑談で見たいっていうのはね、俺は雑談配信者だからさ、分かるわ。伊賀さん東京で待ってるって世界平和おかしいやろ。絶対にないやろ、うん、あ、エミタロ可愛いらっしゃい。ちょっとアウトカメラに、アウトカメラ。パイセンはたまの企画にコラボくれたり。そうだね、一足ね、ほんとそう思う。年がら年中コラボね。いや、喫煙所か。先日のイルミネーションはルリンゴ、今度東京編やるよ。イルミネーション、ね、大丈夫、準備ね、気をつけます。臨時からお客様のお呼び出しをいたします。出発が遅れております。米国19時55分発東京羽田空港行き、ANA270便ご利用の福原様。まだだ。パイセンのキャナルとかのお散歩配信も楽しかった。よかったわ。振り越しについて確認したいことがございます。大変お世話になります。
単独配信ね、盛り上がってくれないとね。私も優雅さんの配信、優雅さんだけの配信が好き。優雅さんだけでもいい。離陸の1時間前だけど大丈夫、もう中入ってるよ。20時5分発、東京成田空港行き、24時は30分前でしょ、20分前とかに確か乗るべきじゃなかったっけ。皆様の出発が10分遅れる見込みでございます。まあ、単独の配信は単独の配信でね、皆様の新しい出発定時刻は10分遅れの、まあ、やりますよ。20時15分。いや俺も単独やりたいしね、どんどんね。8時15分をやっていたしております。通りもん買ったそう。どれも買いましたよ、2つもでかいの竹。ああそう、まあ雑談で評価されてる、雑談しか評価されてない俺は。エミが寝てる時とかのゆうかさん単独も楽しかった、あれも良かったよね、確かね、アーチのね、うん、バトルはいらない、パイセン自身がリスナーとの雑談が、そうメインが好き、これが好き。別の目にしてから今回良かった、いやマイナスだろう俺にとっては、うん、俺にとってはマイナスだろうあれは、ね、営業妨害ですよ僕のね、子育てっていうかね、子供をちょっとあやすぐらいの作業。成田まだだな、ゆっくりだったな、そうまったりゆっくりやってた方がいいね、まだ時間あるわ、時間というかまだ開かねえな、これ乗んねん、これなんだよ俺が乗んの、うん、これね、うん、まだ開いてない、本当優しい、そんなもんないよ。ちょっとした成田国際空港行き、夕飯も楽しかった、うん、そう20時30分発、大体20分前とかね、20分前で予定の佐々木様、飛行機乗るまで配信、いやもうそろそろ切る、佐々木様、うん、もうそろ切るよ、先ほど簡単にてお預かりいたしましたお手荷物について開いたら、開いたら帰るよ、帰る、いらっしゃいました、はい、で今日はね帰ったらまた配信する、飛行機でね1時間ぐらいで着く確か、1時間ぐらいじゃなかった時間が、1時間ぐらいで着くね、そう1時間ね15分とかねそんぐらいで着くから、そしたらまあとりあえずね、新小岩の方に着いたら配信するわ。これ飲み物買っといた方がいいよね、これね、飛行機の中ね、飲み物じゃないと、飲み物ないもんね、確かご飯食べた、さっき空港の中で、慣れたから新小岩まで時間かかる、まあ変わるね、しゃあないよ、帰って、まあ全然休まなくて平気、全然疲れてないもん、結構ゆっくり休んだよ今日は、海老太郎さん家で、うん、ってことで一回ね、放送終わります、皆さん、あ、保安検査に戻った、うん、平尾行かなかった、時間なかったから、じゃあね、終わったら配信しますので、はい、なるべく早く帰れるように頑張ります、はい、皆さんお疲れさんね、ありがとう、椎名圭ありがとうね、トラもありがとう、世界平和、椎名圭、カナ、ゆうまま、くるみちゃん、タヤ、まるまるまる、あい、みえ、まーちゃん、ファミリー、ひとはし、田中、あとは MMM、ヒカール、ツーパック、ボタン、さくら、お疲れさんです、ミミ、チビ、セイラ、イロハ、アーノチ、オー、カズ、あとはマユ、マナ、サイヤカ、マミ、お疲れさん、エミタロちゃんもお疲れさんね、ジュノもお疲れさんです、カオリもお疲れ、オデマル、ザッキーもお疲れね、ユーザー、ノリタマ、ジェル、アスカ、お疲れさんです、ケイもお疲れ、ところで後でね、ルリングもお疲れ、イロチャンネルもお疲れ、セイイチもお疲れさん、ユミもお疲れ、タワーちゃんもお疲れね、じゃあね、バイバイ。よいしょ。